採水石の地図。1828年、ジャン・フランソワ・シャンポリオンが遠征中に作成採水は、古代エジプトの町で、ナイル川川口付近の三角州西側に位置していた。下エジプト第5ノモスの都で、エジプト第24王朝とエジプト第26王朝では、首都とされた。古代エジプトでは、ザウと呼ばれていた。現在はサエルハガルと呼ばれている。ヘロドトスは、採水に、オシリスの墓があると記している。瀬戸に殺され、バラバラにされたオシリスの遺体が、採水のそばにある湖に投げ込まれたという。女神ネートが守護神であり、その信仰は第一王朝の頃から存在していた。ヘロドトス、プラトン、シケリアのディオドロスといったギリシア人がネートをアテーナーに否定したため、アテナイとも関係が深いとされた。プラトンのティマイオスとクリティアスでは、採水はソロンがアトランティスに関する話をエジプトの神官から聞いた都市とされている。ソロンがエジプトを訪れたのは紀元前590年のことで、プラトンがそれを著作に記したのは紀元前395年頃、ソロンのエジプト訪問から200年後のことだった。プラトンによると、アテナイとアトランティスを破壊したと言われている大洪水の前にアテーナーが採水を作ったが、その大洪水ではギリシア中の都市が破壊されたが、採水を含むエジプトの町は生き延びたという。プラトンはまた、ファラオであるイアフメス2世の生誕地が採水だったとしている。プルタルコスは、エジプトではイシスがミネルーアと同一視されている都市、採水にあるその神殿には、私はかつてあり、今もあり、これからもあるすべてである。そして私のベールを人間が引き上げたことはないという碑文があったとしている。エジプト新王国時代後期より古い遺跡はほとんど現存していない。これは日干しレンガが建材として使われていたため、後世の農民がそれを肥料に転用したためである。ありがとうございます。